高槻市の城東と山手老人デイサービスセンターが思い出動画を制作し YouTube で公開しています。月曜日担当の堀江キャスターが詳しくお話を聞いてくれています。ご覧ください。さあ、お話を伺いますのは高槻市社会福祉業団高槻市山手デイサービスセンターの西野さん、永田さん、それから城東デイサービスセンターにお勤めだった岡川さんです。こんにちは。こんにちは。今回は思い出の動画についてお知らせいただくというお話なんですけれども、まずは2つの施設について教えていただけますか。城東デイサービスセンターと山手デイサービスセンターは高槻市立の通所介護の施設でした。介護保険制度が導入される際に他の民間施設のお手本となるように先駆けの役割をするために作られました。20年以上経った今、介護保険で利用できるデイサービスは市内では100カ所以上にも増えました。それで先駆けの役割が終了したということで令和4年3月末に事業の終了が決まりました。まあ、閉鎖が決まって、ね、これまでのこういろんな積み重ねっていうのをなんか一つの形に残そういうことでの思い出動画ということになるわけですか。はい、今までやってきたことや利用者さんの様子、それから職員のお仕事ぶりを27年間という歴史もありまして、何か形に残したいと考えました。これまでを振り返られてですね、永田さん、岡川さんはどのような思いというのを思っていらっしゃいますでしょうか。はい、山手デイサービスセンターでは利用者様とご一緒に山手の庭を散歩することがあるんですけれども、山手の庭は桜だったり花水木、セミの鳴き声だったり、たくさん季節を感じれる山手の庭となっておりますので、そちらの方をご一緒に散歩させていただくのが素敵な思い出の一つとなっております。私は2年半という少し短い期間だったんですけれども、理学療法士として利用者の皆様と関わっていたので運動面のサポートをすることが多かったです。で、利用者の方々っていうのはやはり80年90年と長い間体を使ってきてらっしゃいますので、どこかに不具合が出てきて動いたらしんどいとか、痛みがあるっていうような方もいらっしゃる中で、体を動かすことは楽しいっていう風に思ってもらいたいなと思って、オリジナルダンスをたくさん作って皆さんと楽しんできました。和気あいあいとした中で毎日の時間が過ぎ去っていったんだなっていうのがすごく動画を拝見しててね、分かったんですけれども、いよいよ閉鎖ということになりました。デイサービスを受けてみたいなと思われた方もね、多いかと思うんですけれども、今後については、西野さん、いかがなもんですか。はい、もしデイサービスを利用したいなと思われた方は、お住まいの地域の地域包括支援センター、もしくは指定の居宅介護事業所、介護保険のサービスを行っている事業所に行っていただくか、市役所の長寿介護課の窓口へご相談に行かれるとスムーズにご利用できると思います。いろんな方と接する中で、そのデイサービスの良さ、素晴らしさというのは実感されたと思います。その良さを皆さんに教えていただけますか。はい、デイサービスは介護保険が始まった当初からどんどん進化していると思います。規模や時間、それから利用者の方の目的に合わせて、自由に利用者さんが選ぶことができるサービスです。ぜひご利用の際には何箇所か体験していただいて、自分に本当に合ったデイサービスを利用していただくことが、これから元気で過ごせる一つだと思います。はい、ぜひ積極的にデイサービス、楽しいところです、ご利用いただければと思っております。最後に皆さんへのメッセージをお願いします。デイサービスだけでなくって、他にもどんなサービスがあるのかっていうのを知ってもらって、どれが自分に合っているのかとか、どんなサービスを使いたいのかっていうのを自分で選べるうちに選んでほしいなっていうふうに思っています。で、そのうちの一つにデイサービスもぜひ入れていただきたいです。一昔前ではこう預かる場所みたいなイメージもあったかもしれないんですけど、最初からこうデイサービスなんて行かないなんてこう言わないで、例
高槻に本当にたくさんのデイサービスができているので、いろいろ見た上で行きたいなって思えるところが見つかったら嬉しいなって思います。まあ、いろんな福祉サービスがございますので、それぞれ自分に合ったものをお選びいただきたいですよね。今日は思い出の動画を制作された、上東とそして山手のデイサービスセンターの皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。今制作された動画を見ながら、本当にいろんな活動取り組みをされている、うん、いたんだなっていうのが分かりましたね。そうですよね。でも高槻に本当にたくさんのデイサービスあるんですね、うん、うちも数年前から島根県にずっと住んでたおばあちゃんが、高槻に引っ越ししてきて、でデイサービス利用させていただいてるんですけど、島根の頃を思い出すように小さな畑をね、一人一個ずつ用意してもらって、一人一つそう野菜育てたりしてて、じゃあもう島根にいなくてもここでも楽しめるという、そんなおばあちゃんを重ねながら僕この2つの動画を見させてもらったんですけど、めちゃくちゃジンとします。山手のデイサービスはね、多分ねオリジナルの楽曲で生演奏でバック BGM やってたから、ぜひ皆さんご覧いただきたいですね。映像だけではなく BGM をこだわって制作された動画となっておりますので、こちら上東と山手老人デイサービスセンターのホームページからこの動画ご覧いただけますので、ぜひご覧ください。お願いします。